皆様こんにちは。本日はレクシーの東京散歩をお送りします。新宿の総鎮守の一つ、十二層熊野神社をお参りしました。最寄り駅大江戸線都庁前駅を出て新宿中央公園を通っていきましょう。こちらが東京都の庁舎です。かっこいいビルなのだ。公園を西側へ進むと、十二層熊野神社が見えてきます。正面に回り、鳥居をくぐります。創建は1403年頃と伝わっています。商売繁盛や厄払い、家内安全のご利益をいただけると言われています。江戸時代中期、18世紀頃からは池や滝のある風景が好まれ、大いに賑わったそうです。人気だった景勝地ですが、最後まで残っていた池も1968年には埋め立てられたそうです。境内社大鳥神社の狛犬は2022年新宿区の登録有形文化財に指定されました。それぞれ一つの石材から掘り出されていて、足の間がくり抜かれず残っています。とても珍しい形なのだ。
新宿中央公園へ戻ります。アジサイが綺麗に咲いているのだ。花壇は新宿区にある福祉団体が整備されているそうです。本日のおやつは銀座千疋屋様の季節限定品です。おいしくいただきました。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。皆様からのコメントやご登録を心よりお待ちしています。